日本戦終了後エキシビジョンマッチ、優勝者に対するのは当店店長さあ先行を取ったぞ。試合数は半端ない、あと4あと1戦で600戦を超える。バトルシーケンスを開始します。サカムの先行で試合が始まります。そうだよ、トリガーゾーンにカードを1枚ヒットし、ポメを召喚、そしてターンエンド。対するダーラクさんはハッパロイドを召喚し、さらにカラスを召喚、2体場に出していく。ポメはやめてくれと悲鳴が上がっております。そうだよ、さあ同点店長のシャカムーは、野良試合でたまたまパラリンさんと対戦して、その時は負けてしまったようですが、今回はダーレクさんに勝つことができるんでしょうか。こちらのターンです。よし、ドライブ。今日参加の人で陸の店長の名前見たことあるって人いないし、いないし、まあ、どっかで対戦してたらしないかなと思ったんですけど、ラウンドは進んで3ラウンド。ミドルユニットが場を占領しております。アポメのアタックはカラスマードで受けてインターセプトを引いていくのはダーレクさん。アポメが3000になったので止めやすくはなりましたが、おハパルイドを下げた。下げる必要あったんだ。おお、2体目召喚、ソードファイターも召喚して、5体のユニットが場に並びます。やらしいのはポメ、その他にもグラインドビートルは2体。どうしよう、ドライブ。コスト安いユニットが出されると青での上空は少々、臭い状態になりますね。ビートルを挑発かけていく。当然2枚の挑発は2台のビートルに仕掛ける。制限からのハデス召喚でユニット3体を撃破していく。残ったのはハッパロイドとソードファイター。これではグラインドビートルもハデスも止められない。まず1点を食らう。あ、ここダーレクさんはグラインドビートルはブロッカー要員として取っておきます。あ、ハデスベリアルを召喚。ただ今軽く恐ろしいことしますよね。あ、ビートルをブロックに当てるダルクさん。ブロッカー要員いなくなり、ハパロイドの攻撃が通る。ダルクさんのターン、ブロッカーはいない状態だが、オーバーライフ、ブロックアップ。ユニットドライ
悩んだ後に火力魔導召喚からマジックブック発動。カロイドを召喚してカードを引いていく。マリキではアタックを仕掛けない。エリアルのプレイアタック時の能力は痛いですが、ダールクさんはおここで2体目のベリアル、ベリアルにベリアルを重ねていくという荒技。カラスマドウとハッパロイドを処分して、残すはハディス1体。ここはアタックを仕掛ける。あ、ダークアンマー発動、 CP は1万を超える。中村はビリ、しかし2枚発動、ここは勝っていく。ハッパロイドで1点を奪う。召喚で引っ張ってくるのは何か。挑発を使用する。アッパロイを挑発して、当然出てくるのはハデス。ここでユニット一掃します。ユニットいなくなったところでライフを1点奪う。ライフは5対3。すでにベリアルは2枚使用している。ユニットを立て続けに展開させていきます。4体ユニットを展開させたところでターンエンド。さあ、ダールクさんの方は強化ゲージが満タンになり、カード整理を進めます。オーバーライド、クロックアップします。どうしよう。さあ、ここでジョーカーを発動してカードを5枚引いてくる。オーバーライド、クロックアップします。ユニットドライブ。アリーナを召喚して。鎧でインターセプトを引いてくる。マジックブックで何を回収してくるのか。オーバーライト、オーバーライト、クロックアップします。ハデスでアタックを仕掛ける。マッチーナでブロック。ここは相打ちに取っていきます。ここでリミットオーバー、ターンが車間に移ります。しかし比較的 BP の低いユニットが並んでおります。グラインドビートルの BP が重い、それとなって立ちはだかります。10ターンまで逃げ切る作戦ですか。ドライブ、ハッ
パロイドでドローする。お願い。当然逃がす気はないダルクさん。レベルさん爆弾の召喚でユニットを3体ほふる。残されたのは戦になってしまったリーナのみ。失礼しました、ランサーのみです。ここでハルスを召喚する。で時間差が成立するんですね。オーバーラインコンタクトスタンド、オーバーアタックを開始します。オーバーアタックで3点が入る。サッカー部の浄化ゲージが溜まるが、残るライフは2点残っている。ターンが終了します。1ラウンドまで試合は進んでおります。アクマティーナ召喚でカードをユニットドライブ2枚引いてきます。CP2 が帰ってきたが、戻ってきた CP でソードファイターを召喚。グラインドビートルでアタックを使っていて、これはショートファイターで受ける。オーバークロック、オーバークロックした。ユニットは 4体いる。1点食らう。どうしよう。マジークフリートとどめの貫通アタック。発動して PP は残り2点。トリガーゾーンには1枚しか刺さっていない。 PP は1000上がるが、ダークアーマーでさらにオーバーキルだ。マクマティーナが撃破され、貫通したダメージがシャカムを襲う。ダルクさん勝利です、おめでとうございます。序盤前進してたんですけどね、中盤からもうボタンをタッチして勝てると思ったんだけど、中盤からもうお手上げ状態。ご注意ください。2回目のメリアルのあたりからこっちの雲行きが怪しくなったで、1回無理やり出したからメリアル刺してるから、もう2枚3枚メリアル刺さってるうち1枚軽減で使用するという